七瀬ダムは、大分県大分市の一級河川、大分川、水系七瀬川に建設されたダムである。なお、かつての名称は、大分川ダムであったが、建設完了時に、現在の名称に変更された。国土交通省九州地方整備局が施工を行った国土交通省直轄ダム。高さ 85.5 メートルのロックフィルダムで、大分川水系最大規模のダムである。七瀬川及び大分川の治水と大分都市圏への上水道供給を目的とした特定多目的ダムで、大分県における多目的ダムは芹川ダム以来である。大分川水系における重要なダムであるとの意味から、大分川本川ではなく支流の七瀬川に建設されるにもかかわらず大分川ダムと命名されたが、地元の要望により建設完了時に、七瀬ダムに名称が変更されることになった。本体工事は2019年11月24日に完成。2019年度末に事業が終了し、2020年4月に供用を開始した。2018年2月下旬からは、試験淡水が行われている。堤高は、下請ダムに次いで、大分県で第2位である。ダムに面した国道442号沿いには2019年11月30日に道の駅の津春が開業している。大分都市圏を貫流する一級河川である大分川は流域にたびたび水害を引き起こしてきた。特に1953年6月には西日本各地で梅雨による水害が起き、大分川流域でも11名の死者、行方不明者を出すとともに、小野鶴橋や舞鶴橋の流出、1万戸以上に及ぶ浸水といった甚大な被害を引き起こした。また、大分市は1964年の新産業都市に指定され、その後、大分臨海工業地帯の発展などによって、指定当時に比べて人口が倍増しており、大分川の洪水想定氾濫区域内の人口密度、資産密度は、九州の河川で最も高くなっている。さらに人口増に伴って上水道の需要の伸びが予測された。大分川ダムは1956年に竣工した芹川の芹川ダムと並んで大分川水系の洪水調節の機能を担うとともに大分都市圏に水道用水を供給することを目的に計画された。しかしながら用地の買収や漁業保障の交渉などに時間を要した上に人口増の鈍化などに伴う大分市の水需要の見直しによる計画変更によって建設が長期化した。一時、竣工予定は2010年とされたが、2017年に変更され、さらに2019年度末になった。ありがとうございます。